水道橋を建ててた方がこいつよ。橋が壊れちまってんじゃん。門の脇にはしごがあると言っていたな。この辺りか。メアラー兵か。あんまり変なこと。ああ、助けてくれ。今のはこの先だ。行くぞジル。まずいな。早く助けましょう。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？ああそうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。ご無事でよかった。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ、さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから。帰ったばかりなのにありがとうございます。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい？ああ、わかった。橋は修理中だ。二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか、ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。それじゃお言葉に甘えて。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい？うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。いや、結構。この宿場はベアラの数が少ないようだ。確かにあまり見かけないわ、この辺りで。
広告の測量になって何かあったのか。オリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラーまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラーをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。いやあ、シーア、男の子を産んだそうじゃないか。赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの、おぞましいったら。まあ、なんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。ええ、きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。信じられないかい？エルウィン様が治めていた頃のロザリアでは、ベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。水道橋を建ててたから恋しいわ。よく冷えてるじゃないか、坊主。さあさあ、買ってって。いらっしゃい。安くするよ。ベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだな。
口を開けてもらうわ。
よし。見えてきた。あれがマーサの言っていた修道院だな。行きましょう。
何かご用で。あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。マーサさんの依頼でお届け物が。なるほど。お二人ともこちらへ。いやだ、死にたくない。痛い。どうか痛み止めを。暗い、怖い、一人にしないで。ここにいますよ、大丈夫。この人たちは。マーサがこれまで買い取ってきた、捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見取ってやりたいと。あなたの魂が幸多きものであれと心より祈っていますよ。安心を。ありがとう。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。彼らも少しは楽に行けるでしょう。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。マーサのところに戻るか。ええ、そうね。ああ、戻ったのかい。届け物をありがとう。院長からだ。また二人亡くなったと。そう。少し話そうか。どうだい、現実ってのを見た感想は。何も分かっていなかったということを今更のように思い知ったよ。ベアラーはただ少し人と違うだけだ。
それなのに虫けらや化け物のように扱われる。これがおかしいって気づいた奴が動かなきゃ、いつまで経ってもイカれた当たり前のままなのさ。だからあなたはシドに協力を。大したことはしてないよ。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。じゃあ修道院にいたベアラーたちも。そう、書類の上では私の所有物だ。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。大工のバーナードから知らせがあったよ。イーストプールへの橋が修理できたそうだ。大事な用があるんだろう。気をつけておいき。世話になったな、マーサ。いけない、私そびれてた。こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。用事が済んだらまたおいで。シド、クライブ様とジル様は本当に生きていたのね。お二人とも行ってらっしゃいませ。どうかどうかお気をつけて。シド。よう、クライブ、来てたのか。その腕は。ああ、これか。長いこと戦ってきたからな。おかげで近頃は無茶もできん。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。気にしなくていい。そうか、旅に出るんだな。世話になった。よくしていただいて感謝しています。自分たちで決めたことだ。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。シド。俺が昔好いてた女が難儀な生き方をしていた。お前のように。救ってやりたかったよ。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。シド、傲慢なんだろうな。他人を救うなんてのは、なんだかんだと言葉を重ねても結局はこっちの思いを押し付けたに過ぎない。伝わらない言葉っていうのはどんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。けどな、これだけは言わせてくれ。過去のお前をなかったことにするなよ。受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。自分を。きっとお前の生き方はこれからも難儀なんだろう。
だから自分くらいは救ってやれ。お前を救えるのはお前だけなんだから。やってみるよ。ジル、あんたもいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。ええ、わかったわ。それで最後か。うん、ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。じゃあな。イーストプールに向かう橋だが、それじゃ早く彼を見つけなくて。そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だとマーサから聞いてるよ。チョコボの支度をしているのか。どこかへ仕事にでも。人探しに向かうところだ。救い出したい奴がいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだが。そのベアラーはどこへ。身の危険を感じたんだろう。わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期によってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。クライブ、君さえよければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。ああ、俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。見つけ次第安全な場所で保護する。おい傭兵、捜索は進んでるのか。あいつは俺を騙してたんだ。早く捕まえろ。ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。やつを役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんならただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれロナルド。これから彼と一緒に捜索に出るところなんだ。このベアラーと。ベアラーになんて任せておけるか。うん、俺が探しに行く。外は危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ベアラーと手を組むてめえなんざ頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ドナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。ノリスは堕落の門の方へ向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか頼んだよ。彼が時間を稼いでいる間にノリスを見つけないと。しかしロナルドという男、騙されたと言っていたが。あんた、マーサんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない、行ってやろう。ありがてえ、助かるぜ。あと落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって。この辺りの湿地帯に救ってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら片っ端から倒せばいい。頼もしいな、任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。
この辺りでノリスを見なかったか。やつなら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう、探してみる。どうだ、俺のクリスタルは見つかったか。ああ、これだろ。これだこれだ、ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレクの属領になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。ノリスが向かったのはこの辺りか。手がかりを探してみよう。こんなところにランタンが。確かノリスも持っていたという話だったな。やつのものだとしたら、向かったのはこの先か。魔物の死骸だ。ノリスがこれを。あんたがノリスか。誰だ。なるほど、頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。
親友だったのに、あいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろ。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって？マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。わかった。ありがとう。そのすまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ、気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか。ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに親友に売られそうになるとは。ベアラーになんて任せておけるか。ああ、クライブ、どうだいノリスは。おい、ベアラー、あいつを見つけたんだろうな。魔物が食い漁ってる死体のそばにこれが落ちていた。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか。そんなもんいらねえよ。死んだってんなら生成する。だいたい役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。クソ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。クライブ、さっきの話は本当か。まさかノリスは本当に。安心しろ、もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああ、すぐに迎えに行くよ。ありがとうクライブ。少ないが報酬だ。もらってくれ。また税が上がるらしいぞ。クリスタルにベアラーまで巻き上がる。来た。黒の一帯が広がっている。この辺りは自然が残っているからな。住処を追われた魔物たちも増えているだろう。そうね、気が抜けないわ。
敵か。闇よ。
あんた、ちょっと来てくれ。あんた、ちょっといいか。ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。まあ、いったな。主の許可なしには。待てよ、そのブローチ、お前、マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近、ここらに魔物が増えてきてな。奴らの好物でおびき寄せて、一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきて、どうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われ、この辺りまで降りてきたんだろう。まったく、飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。いいだろう、俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ。マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。ブライスというやつに報告するか。
あんたがブライスか。ベアラがなんで俺の名を。あんたの連れに頼まれて魔物を倒してきた。全て片付けたから安心しろ。あの数の魔物を倒したってのか。いや、お前がこっちまで来れたのが何よりの証だ。見上げた強さだな。しかしフレドリクめ、魔物退治をベアラーにさせるとは、奴の起点を褒めてやらねえと。とにかくご苦労だった。主に礼を言っておいてくれ。助かったってな。風車が回っているわ。あそこがイーストプールね。ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。借り入れまで無事に育っておくれよ。Thank you.
随分と静かね。ああ、あの、もしやクライブ様では。私、ハンナです。マードックの家内の。マードック夫人。ああ、やっぱり面差しがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくそご無事でおられました。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。お二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、はあ、幼いお二人だけで旅なんて、はあ、ええ、いろいろありました。でも、なんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれでよいのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから、全てが変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。まさか将軍も。クライブ。まあ、クライブ様、お顔色が。旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうか、うちで休んでらして。ね。せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくだされって。ご厚意に感謝しましょう。あれから13年だ。
死を這いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。ねえ、子供の頃、二人で月を眺めたのを覚えてる？あの時、メティアにかけた願いは叶ったわ。あなたは生きてる。それには、きっと意味があるのよ。そろそろ寝ましょう。ああ。おやすみ、クライブ。また明日。本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でも、よかったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸を多からんことを。あなたもどうか元気で。イーストプールの北門を出ればフェニックスゲートに抜けるはずだ。行ってみよう。
モーグリさん可愛いね。まさか森の奥にネクタール。あ、それは大変。おう、どうした？どれが欲しい？こいつなら敵なしだ。どんな敵とも戦えるぜ。これでもっと良くなった。よし、いい出来だ。これでもっと良くなった。また来いよ。蓄えもいつまで持つかな。黒の一体のせいで麦もろくに育たねえ。今年の収穫じゃ冬を越せるかわからんぞ。村を出て他に行くあてもないし。どうしたもんか。買っていくかい？はい、こちらね。ありがとう。はい、こちらね。ちょうどだね。ありがとう。カバンに入りきらないよ。またどうぞ。いらっしゃい。
はい、確かに。はい、どうも。またどうぞ。そのお姿、殿下。いや、まさか、まさかクライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。ベアラーを返す？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが、公国のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いが、それはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかし、ぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった、いいだろう。おお、ありがとうございます。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。父上か。あなたはもともとエルウィン様によく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。